普通に暮らしてる同じ徳島の住民にですね、いくら韓国嫌いだとかいうことになったとしても、やっぱり殺すとかこういうことはね、言ったらあかんと思うんですよね。どうにかそういう人がね、こう日本でもいなくなってほしいなと、それは本当心から思います。